フランシスコ・ハビエル・コルデロは、ドミニカ共和国サント・ドミンゴ出身の元プロ野球選手、ウトウ・右打ち。日本語メディアでは、フランシスコ・コルデロと表記されることもある。いとこは、セーブ・ライオンズと読売ジャイアンツでプレーした、ドミンゴ・マルティネスである。現役時代は2000年代後半に、シンシナ・ティレッツなどで、クローザーとして、活躍、通算329セーブを挙げた。 1994年にドラフト外でデトロイトタイガースに入団。その後、5年間をタイガース参加のマイナー球団で過ごした。1999年は当初は 2A でプレーし、47試合の当番で4勝1敗、防御率1.3827セーブを記録。フューチャーズゲームに選出され、8月2日のホワイトソックス戦でメジャーデビューを果たし、 以後11試合連続で無失点に抑えた。この年20試合に登板し、防御率3.32、2勝2敗を記録した。テキサスレンジャーズ時代1999年11月2日に、フアン・ゴンザレス、クレック・ゾーン、ダニー・パターソンとのトレードで、ゲーブ、キャプラー、フランク・カタラノット、ジャスティン・トンプソン、ビル・ヘイ・セルマン、アラン・ウェブと共にテキサスレンジャーズへ移籍した。 レンジャーズ遺跡1年目の2000年は56試合に登板し、1勝2敗、防御率5.35だった。4月と5月は、防御率が2点台前半だったが、6月は6.30、7月は10.80と悪化していった。8月8日から8月13日にかけて 3A のオクラホマに降格した。2001年は疲労骨折のためメジャーで3試合。 3A で12試合しか投げられなかった。2002年復活を果たし、ブレイク。6月19日のホワイトソックス戦でメジャー初セーブを記録。6月25日から7月26日にかけて故障者リスト入りしたが、復帰後の8月7日から9月24日にかけて19試合連続、19.1回無失点を記録した。この年は、 防御率1.790セーブを記録した。2003年はボストンレッドソックスから移籍してきたウーゲット・ウービナがクローザーを務めていたが、ウービナは7月11日にフロリダ・マーリンズへ移籍。その後、コルデロはクローザーとして起用され、最終的にリーグ6位の73試合に登板し、15セーブを記録した2004年はマリアノ・リベラの53セーブに次ぐ、 リーグ2位の49セーブを記録し、オールスターに初めて選出されるなど抑え投手としての地位を確立した。シーズン初登板の4月7日から6月10日にかけて19回連続セーブ機会、成功し、ジョン・ベッテランドとジェフジマー,アーマンの連続セーブの球団記録17を更新した。その後6月23日から8月28日に、 かけて21回連続セーブ機会成功し、さらに球団記録を更新した。9月29日のエンゼルス戦で、トロイグロースにこの年、唯一の本塁打を打たれた。2005年はスプリングトレーニングで右肩痛のためで遅れたが、シーズン開幕をメジャーで迎えた。7月30日のブルージェイズ戦で、ドミニカ共和国出身の選手としては、 史上6人目の通算100セーブを達成した。リーグ6位の37セーブを記録し、球団史上、ジョン・ベッテランドに次ぐ2人目の2年連続で30、セーブを記録した。2006年は4月の防御率は11.45で、4月下旬には、抑えの座を、大塚秋則に奪われるなど制裁を書いた。ミルウォーキー・ブルワーズ時代2006年7月28日に、トレードで、 ミルウォーキーブルワーズへ移籍。移籍後は18セーブ機会中16回セーブ成功、防御率1.69など復調した。2007年はリーグ2位、球団新記録となる44セーブを記録し、史上8人目となる両リーグで40セーブを記録した。開幕から5月7日まで16試合連続、無失点に抑えた。また、 6月5日まで球団史上歴代2位となる22試合連続セーブ機会、成功した。この間、5月5日から5月9日にかけて、史上4人目となる5日連続でセーブを記録した。自身2度目のオールスター選出も果たしている。10月29日に、FA となった。新品キレッツ時代2007年11月28日に4年、総額4600万ドルで、 新シナキレッツと契約した。レッツ遺跡1年目の2008年も抑えを務めたが、2003年以来となる38支給を記録するなど請求難に陥った。9月23日の登板を最後にシーズンを終え、関節鏡による右足の手術を受けた。レッツでは4年連続で30セーブ以上を記録し、2011年には通算300セーブも達成した。 10月31日に FA となり、レッツは2年1200万ドルでの再契約を打診したが、コルデロはこれに応じなかった。しかし、翌年で37歳になる年齢と脱産診率の低下が懸念され、コルデロが望む条件を提示する球団は現れなかった。2012年1月24日に1年450万ドルでトロントブルージェイズと契約。ブルージェイズでは、 セルジオ・サントスにつなぐセットアッパーを務める予定だった。サントスの故障でクローザーに繰り上がったが、セーブ失敗を繰り返して、クローザーの座を追われた。2012年7月20日に、デビッド・カー・ペンター、J.A. ハップ、ブランドン・ライオンとのトレードで、アッシャー・オジェ・ハウスキー、ベン・フランシスコ、カルロス・ペレス、デビッド・ロリンズ、ジョゼフ・マスグローブ、 ケビン・カマーと共にヒューストン・アストロズへ移籍。移籍当初はクローザーを任されたが、炎上続きで1セーブも上げられないまま故障者リストに入った。9月10日にアストロズを解雇された。2014年2月16日にボストン・レッドソックスとマイナー契約を結んだが、3月29日に放出された。ありがとうございます。